ハマグリ行くか、じゃあ。おうおう、ありがとうございます。とんでもないです。芝刈りおじさん、飲んできたな。初めて使いますよ。できるの？火力調整はできるんですよね。いっちゃんの大好きな、絞りましたよ。一夜で一晩絞り。7リッターのタンクだけど 20cc しか超軽いから軽い。一番搾りを札幌に入れるっていう。おお、どうぞ。やりましょう。やりましょう。上手ね。いや、酒も。スキッパラにビーラ効くぞ。効くよこれは。いっちゃんジョッキいいな。やっぱジョッキだよね。あ、じゃあ本日もよろしくお願いします。乾杯乾杯。テンション上がるのこれ。全部かわかい。やってんな。じゃあ炭を起こしていきましょう。ましょう。じゃあ払わないね。で文化焚き付け。一本でいっちゃっていいですか。一本でいけます。はい。で今回メインの炭は岩手切り炭を用意してるんだけど、うん、なかなか最初つきづらいから、スーパーとか夏になると入り口で売ってる。はいはい、500円ぐらいの結構すぐ消滅しない炭、うん、つきやすいですね、いわゆる。そう、焚き火で言うと針葉樹。そう、針葉樹の役割を果たすやつにつけて、その周りに平手切り炭を使うんですと、放置で。なるほど。勝手につくんですよね。自動化。自動化です。さすがだな。なんかまあうまくつければ
岩手切り墨だけでもそのまま作るんだけど、うん、これ岩手切り墨だけじゃしさ、つきづらいもん。おっとマウント取ってきたの。来た来た来たぞ、もう来たぞ。つきづらいもん。バーナーでやっちゃうもん。そうそうそう、だからこれだったらもうほぼ確率につくんで、その代わり早く燃えてきた。こいつらを火種にして岩手切り墨に火をつけていく。はい、これは煙突効果使ってるわけでしょ。そうですね、山田君そのつもりで組んでるはずです、うん、そのつもりですか。そうです、本当か。 OK です。じゃあトゥルトゥントゥンお願いします。来た、トゥルトゥントゥン。まーす、歌う俺が。あ、邪魔なんで大丈夫です。我慢してたのに今。すげえ。じゃあこれから仕込みの前に駆けつけいっぱい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。やりましょう。やりましょう。はい。お待たせしました。はい、お待たせしました。焼いていきましょう。焼いていきましょう。これは何ですか？今回のメニューは。今回は。牡蠣と地浜とサザエと伊勢海老、はいうんはい、でこのワカメはちょっとポン酢で箸休め的に食べようかなと。あとこのイカ焼きね。うわ、イカ生姜たっぷりで仕込んだので、これを焼いて食べていこうかなと。ガンガン飲みましょう。ガンガン行こう。ガンガン。じゃあまずは革命のファンファーレを。革命のファンファーレ、キャンパイ、キャンパイ、ポンポンポン。それなんだ革命のファンファーレって。焼いていく。うまい。焼いていく。炭をいい感じに。この岩手切り炭のいいところは火がついてもまんまなんですよね。変わんないもん。チンチン。ちょっと広すぎるから。そっちで寄せてやります。そうだね。うわ、楽しみだ。はい、先生の思うままに網を。じゃあ、うわ、いい匂い。あれ炭の匂い、これ多分トングについたカスの匂いだね。めちゃくちゃいい匂いしてる。もう始まったかと思ったすでに、そうそうそう、トングの香りがやってんな。トング飲む。じゃあみっちゃん、最初は何から焼いていくんでございましょうか。まあでも大体火の入り加減一緒だから、うん、はい、食べたいのから食べていきましょう。はい、牡蠣、牡蓋は、うん、はい、蓋を、平らの方が蓋なんだけど、うん、平らの方を蓋にして、でちょっとしたらひっくり返すと貝柱が綺麗に取れて、うん、汁が残るっていう風になるから時間がかかるんですね。平らの方から行くんだ。平らの方にして熱が加わると貝柱が取れやすくなるね。はいはいはい。牡蠣うまいもんね。これはどこ産の牡蠣でございましょうか。これは宮城県産ですね。やった。僕のお母さんの
実家が宮城県なんで。ああ、そうなんだ。うん、宮城も美味しい食材いっぱいあるもん。そうなんですよ。気仙沼ですね。宮城行きたいですね。フカヒレだ。大好き。ハマグリはこの銀の入れ歯を置いとくと。え？どうしたの？ハマグリこう下に下がっちゃって汁が落ちちゃうんだよね。はい。だから銀の入れ歯を置いとくことでこう平らにすると。銀の入れ歯をね置いて。すごい。で、ハマグリだと平らになるから開く方を高くするんですね。そう、でもね、開く方どっちだかね、正直わかんない。あ、でも、この付け根が開くことはないですよね。うん、付け根が開くことはない。うんうんうん。この入り口を下げちゃうと汁が出ちゃうからね。なるほど。そう。で、ちょっとサザエが泡吹いてきたからこれでひっくり返します。牡蠣ですね。あ、牡蠣ね。牡蠣が寄ってんな。寄ってな。これで、きっとパチンと剥がれるわけですね。そうそうそう。昔、噛みつきばあちゃんっていう消しゴムあったの。あったね。ありましたよね、うん、鉛筆挟むやつ。あったあった。めちゃくちゃ集めてましたよね、ガチャガチャの。消えないくせにね。そう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 。消しゴムって歌ってるのに消えないくせに。そう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 。いや、嬉しかったわ、なんかみっちゃんに通じたら。あー、香ってきた。いいね、磯の香り。もう開いた、もう開いた。ほんとほんとほんと。もう開いた。もう開いたよ。もう開いてきたね。ね、これも開いてきたら大体火入ってるから、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう。貝柱が伸びちゃってるんですね。貝柱が取れるんだよね、火入ってる。あれ、俺のビールはね、おやおやおや、キャンプ優勝。ほら、吸った汁が残るでしょ、これ。あ、すごい、プリプリだ。そう、汁が残る。うわ、ここに入れて、こう、あー、なるほどね。再加熱をしていくわけですよ。たまんないっすね、兄貴。これうめえぞ。飛ぶ？飛ぶよ。これで飛ばなかったら何も飛ばないよ。正直。お腹減ったよ、おじちゃん。そうしよう。だから、ちょ、待ってる間にちょっとこのすぐできる。え、キノコバター作っときましょうか。キノコバター、キノコバター、もう秋だから。作り方はじゃあみっちゃんのチャンネルでね。そうです。すごいことになってるんで、ぜひお願いします。何種類入ってますので、56いったね。もうちょっといったよね。あれに秋だしね。秋だし、ね、どんぐらいの加熱でするんですか。もう沸いたら OK。 乾杯。吸ったな。呼んでるよ。呼んでる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 。開いてきたね。開いてきたね。焼肉バイキングで食べ放題。熱そう。大丈夫。うん、大丈夫大丈夫。あちゃ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 ち。みっちゃんの指の耐久温度がすごいんだよね。うわ、痛い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 。上を先に焼くことで、ここが取りやすくなるんだよね。なるほどね。貝柱がスッと取れるんだ。そうそうそう。おいしょー。うわ、スープも余すことなく。ちょっと待ってね。待ってるよ、待ってるよ、俺は。ゴーゴーって言ってたね、ゴーって言ってたね。今いい感じになってから、今いい感じになってから。待て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 、ポチ。オッケー。美味しいタイミング、美味しいタイミング。いただきます。よいしょ。ポチ、早く流し込んで。流し込んで。すーねー、すーねー。うわー、最高。よし、お汁がね。まあ、お汁やってますね。これは熱くないですか。熱くない、全然。全然熱くない。うん、常温だね。うん、常温常温。もう熱いんだけど。
よいよ、うん、いただきます。すねえ俺のビールうめえ。グッドラック。これあえてひっくり返さないんだ。剥がしちゃうのが正解なんですね。ひっくり返しちゃうと汁がもうガチー閉じてひっくり返すのダメなんだ。そう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 、汁が凍れちゃうからね。地浜が、よいしょ、地浜ってんですね。そうそうそう、よっこいしょー、よっこいしょ、よっこいしょ、あちゃ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 ちなみにそれコストコのグローブだからこれクソ熱いね耐熱ないから、うん、でも俺現役時代これ素手でやったからね。えクソ熱いんだよ素手が。だけどそれが気持ちいい、気持ちいいんですようわーうまそう、うわピンク。行きましょう行きましょう。ちょっと乾杯だけさせてもらってもよろしいですかね。ここに醤油を今垂らさないと。忙しいね。こっちみーちゃん取れてないけど。いいこれは。おお。うっす。おお。うわあ。え？先生いいんすか？あちゃ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 。いただきましょう。まずこれどっからどっちから食べた方がいいですかね。どうもあのハマグリこれ行くか。じゃあじゃあいただきます、うん、じゃあ僕もしないですか。ハマグリ、うん、じゃあハマグリいただきます。あった。ああこれ俺食うわ。うん、きた磯野、磯野、うん、あたますめっちゃいただきます。うん、あ、生お餅生ビールを今年どれだけ欲してたかって話ですよね。いただきます。この火の入りがちょうどいいんだよね。うわやったな。完璧な火の通り返し、硬くなりすぎず、うん、これじゃないとね美味しくないですよ。あうまい。じゃあいただきます。あ、うん、あ出た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 よ。うーんうまっ。めっちゃうまいじゃん。火の入りは完璧。さすが乾杯。そしてやっぱり無限ビールだね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、うん、そしてその缶にこいつできたよ。え手際休ませないから肝臓を手際よ。肝臓休ませない肝臓をねぎらってくださいよ。それじゃあのちょっと箸休め的なやつ。はい、もう火が入ったんで。おお秋だからね。秋ですね。キノコがね。やばい、匂いやばい。美味しい季節なんですよ。匂いやばいよ。いいんですか、親方。行っちゃいましょうよ、もう。じゃあ。いただきます。椎茸から。バターが。いってる？うん。これはちょっと、いっていいですか？優しく吸い上げてもらってもよろしいでしょうか。あ、いいですか。エリンギいっちゃおうじゃ。エリンギいきます。いただきます。いただきます。キャンプはいい。うーん。
重くていい。うまっ、うまい、やばい。じゃあちょっと乾杯しましょうか。サーバーなくなっちゃったけど、うそ、もうないよ。多分氷がなくなったんじゃないか。いや、はい、あ、氷がなくなるとなくなる。武州は言った？武州って言った？え？ないよ。ない？え？え？またじゃあのプライベートの赤いビール出てきちゃうじゃん。7リッター足りないとかある？え？まあそうなるわ。一人当たり何リッター？ 2.5。そんなことないでしょ。 2.3 ぐらい。やってますよね絶対に。そんなもんだっけ。いやでも結構飲んでると思う。そんなもん、あ、ビールでしょこれ。やばい、サーバーマジでテンションがあるからね。うん、おいおいおい、どういうことこれ。待ってこれ俺のプライベートの赤いビールになるよ。いや本気に出ちゃう。本気になる。なるでしょ。だって本気。え、飲むの。いや飲むし、このだってまだ始まったばっかりだったよ。7リットルあったのにね。アイドリングがなかったから。もうまだだって始まって数分だよ。じゃあ本気出すよ。出して出して、赤い本気持ってこい。それではゆっくり、まだまだいくよ。貝柱もこれもったいないから食べていい。うん、ああ、あじゃあ次何行くのこれ。次伊勢行く。じゃあ伊勢行きますか。伊勢行っちゃおうか。伊勢でも多分ちょっと字がかかるんだよね。だからちょっと伊勢に、うん、これまで生きてたからね伊勢に。箸休めいただきます。はい、ちょっと失敗。ひらたけいただく。みーちゃん、ひらたけめちゃくちゃうまいよ。気をつけて飛びよう、マジで。ひらたけめちゃくちゃうまいっしょ。うまい、うん、おうおう。これ伊勢海老なんでこんなピクピクしてるんですか。まだ生きてるからね。うわすごい。あの反射神経で動くんだよね。反応しちゃうんだね。そう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 。ヒラタケやばいよ。ヒラタケね、旨味がめちゃくちゃあるからめっちゃうまいんだよ。なんか、これなんか、てかね、火の入りがね、完璧なんだよね。うん、キノコの、まあ全部だけど。めんつゆ、食感がすごい。めんつゆとバターだっけ。そう、ただのめんつゆとバターだけど、こんだけ美味しくなるっていう。で、この貝とか伊勢は、うん、清水をかけると、はい、より身がふんわりしてね。あ、おうおうおう、美味しくなるから。このひと手間で身の具合が全然変わるから。日本酒ですよね。そう、もう料理酒だ。あ、料理酒。うん、やっぱ炭ですよね。炭いい香りするわ。するー。松茸もこれでいけちゃうんですか。いけちゃう、いけちゃう。結局焼いちゃいとかする。焼きまったけって言うじゃん。うん、はい。あれって結局水分飛ばしちゃってるから美味しくなくなるの。はいはいはい。だったらこういう、あ、気持ち悪い動きしてる、気持ち悪い動きしてる。だったらこういう風にした方が絶対美味しいんだよね。うまい。キノコ類って。ただでさえ水分が少ないのに、さらに焼いて水分、あ、気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い。いやいや、そんななんないでしょ、食ったって普通に考えて。そんな気持ち悪い動きなんないでしょ。いっちゃんキモい。いっちゃんキモい。じゃあキモさんに。ありがとうございます。キノコがメインになるってちょっと嬉しいんだけど。うまい。動物性タンパクじゃないのに美味しいって嬉しいよ、うん。あ、やっぱ動物性の方が美味しいっていうのが基本なんですか普通は。いや美味しく感じるじゃんみんな。肉とか魚の方が美味しく感じるでしょ。うん、それのあしらいっていうか、その端っこにあるのが野菜たちじゃん。うん、けどこうやってやるとメインになるじゃん。ああ、
それがなんかおも頑張ったじゃんっていう感じが嬉しい。みっちゃんの料理に対する愛が好き。ちょっと伊勢海老にはね、一回このアルミホイルの布団で眠っていただきましょう。蒸すんだ。そう、ちょっとあの伊勢海老でひっくり返すと水分出ちゃうから、うん、ひっくり返さないようにするために上にこうアルミホイルをかけて熱を対流させてね。でもその間にこうほらサザエがいい感じで湧いてきたじゃないですか。うん、先生、このワカメとサザエの香りすごいいいっしょこれ。うん、届いてます。届いてる。皆さんも届いてますか。ここに醤油を垂らしてね。これでもう刺身だからね。香ってきた、うん、これでもう沸いたらもう OK ですよ。うまそう。激うまそうだね。ねえ。俺サザエ一番好きなのよ。いっちゃん好き。いっちゃん好きなのよサザエが。やば。普通のあれというよりね、切ってあるから。あ、そうか、そのままおつまみにできるんだ。そう、つまんでいただいて。ほら、食べやすいでしょ、これの方が。なかなか食べやすいでしょ、これ。お上品ですね。これを見るにはみっちゃんのチャンネル見るしかねえからな。確かに。これが食べやすい。誘導が下手。これがあのサザエのつぶやきの食べ方ですよ。食べましょうか。いただきます。いっちゃってください。うーん、分かった。確かにむっちゃんの動画見れば分かるけど、言ってたことが分かるわ、うん、分かるでしょ、うん、師匠あたす。これ俺の本気に行くとなくなるよ。大丈夫。回顧悪い。ここにあるか。こんなパンパンに詰まってるもんね。いや、これいいな。しかもあの程よく大きさがあるから、そうそうそう、飲み込むタイミングも、食感もちゃんと楽しめるし、うん、やっぱ食感がね悪いと、うん、本来のこう食材の旨味が引き出せないんだよね。なるほど、うん、これは味付けは、これはもう酒と醤油のみ。うーん、サザエの力強さに頼ってますから。はー、うめえ。サザエもうまいんだけど、下に入れてるワカメがもう多分今まで食べたことないぐらい美味しい。ジャムさん、食レポお願いしてもいいですかね。いいですか。ちょっと待って、気をつけて飛ぶよ。気持ち悪い。めちゃくちゃうまい。あ、ちょ日本酒買った。日本酒欲しくなっちゃったな。サザエってこんなに美味しいんですね。いや、美味しいよサザエって。結構えぐみっていうか、そのなんだろうね、あのウニウニ。そうそうそうよね。あのなんかこう独特なこうえぐみあるんだけど、はい、それをもう仕込みの段階で取っちゃうから、本当にもうサザエの美味しさだけを、うんうん、この貝の中に詰め直すっていう作業。最高っすね。そんなに難しくないじゃん、見てるの、うん、見たらそんなに難しくないから絶対やった方がいい、ね、食べやすいし。こんなに美味しいんだっていうのを知りました。サザエは本当に美味しい。食感も美味しいね。乾杯。よいしょ。お、俺の俺のだ。じゃあそんなこんなで伊勢海老できたからね。うん、見ましょう。これでやった。おお、結婚式ですか。そう。味付けはもう白いキャンバスに、これでこのバター醤油ね。たまーたはちょっとかけていただいて。とんでもねえ香りが漂っております。届いてますか皆さん。はいですね。この香り届いてますか。さあこれもうこれで美味しくないわけないね。ねえ、ね、いったね、これは。
ビールがなくなっちゃったね。いやまだ、あ、本気なんか、いくらでも飲んだ。俺の本気で10本ぐらいだから。あれ俺の本気で。これもこう盛り上がってる感じがいいよね。うん、キャンパイエイジは数本だけあるけど、うん、飲むか飲むか。俺のだけどね。俺はいいんだけどね。行きましょう、キャンパイエイジ行こう。じゃあ、あのその間にこれ食べちゃおうか。そうだね、持ってきてる。ほっほっほっ、なんで行きますよ。うん、香る。よいしょ、うわっしょ。バーベキューですよね。バーベキューですよ。これ普通でしょ、バーベキュー。すごい身がプリプリですね。おお、これはもう火加減、これもそうだね。てか生きてるとこういう感じになる。うん、伊勢海老、うん、勝手にふっくらするんだ。そう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 。で酒かけたのもあの要因ではあるよね。うーん、唾液で溺れそうなんだけど大丈夫これ。唾液で溺れそう。うん、唾液で溺れそう。お、できたんで食べていきましょう。ちょっとね、下の方がバター醤油。うん、バター醤油。いや伊勢海老ってね、食べると薄くないよ、ぶっちゃけ。うん、大きいけどね。いただいちゃっていいですか。いきますね。じゃあ野田さんからいただきます。いい、うますぎるぞ。うますぎるぞこれは。うますぎる。本性を食べてください。うん、うん、伊勢海老好き。見た目はいいけど、今まで食ってきた伊勢海老の中で言ったら結構上位に上位ダントツかな。お、大体パサパサしてるじゃないですか。そうそうそう、パサパサするよね。酒かけてるからパサパサしないよね。行く？どうしよう。これもまたプライベートだよ。プライベート日本酒出すよ。しょうがないから。山田君の。みちゃんも飲む？飲む。プライベート日本酒でしょ。あ、よっ。じゃあ飲む。なんだよそれは。なんなん？なんなん？みんなで乾杯しよう。よいしょ。うん。じゃ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 。すいません。ほな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 。なきゃ。年中つけてるからね。水芸。水芸、高知県。うまいよね。酔ってるクジラですよ。酔ってるクジラだ。それでは、みつさん、本日もありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。乾杯。あー、いい香り。うまい。湧き上がり、フレッシュですね。フレッシュだね、バーベキューに合う。うん、あーいい、今に合うね。いいっすね。ある？あるの？ありますよ。あるじゃん、プライベートだからね。あるじゃん。飲みますか。飲みましょう。こんなに早く7リットル終わるなんて思わなかったね。3人意外となんかあってもしたもん。ください。だけど最高にうまいビールあるんだよ。じゃあ飲む。飲む飲む。ちょっと待って。え、どんぐらい飲む？で自分は。パンパン。パンのパン。うん、えひょー。やりましょうやりましょう。じゃあ皆さんご一緒に。みっちゃん今日最高の食事もありがとうございます。ありがとうございます。キャンパイ、キャンパイ、香り、うん、
まい。飲んでから飲むのってうまいね、うん、また味が変わって、うん、そう、わかるわかる、最高。なんかビールを乾杯。よし、いいぞ、うん、飲め飲め、うまい、いい仕事するわ、酔っ払ったなもう、ほいー。